1989年のロードレース世界選手権1989年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第41回大会である。シーズンオフにヤマハからホンダに遺跡周囲を驚かせたディフェンディングチャンピオンのエディローソンがシーズンを通し安定した戦いぶりを示しウェイン・レーニーとの激しいタイトル争いを制して500。 CC クラスでは初めてとなることなるメーカーのマシンでの2年連続チャンピオン獲得という偉業を成し遂げた。レーニーは第13戦スウェーデン GP の点灯リタイアが響き一歩及ばなかった。そのレーニーと開幕戦の鈴鹿で激しいバトルを演じ優勝したケビン・シュアンツは最多の6勝を挙げながらも優勝か点灯かという極端な成績で安定感を欠き、 タイトル争いには食い込めなかった。その他、タイトル奪回が目標だったワインガードナーは、自国オーストラリア GP で、外戦勝利を飾ったが、その後のラグナセカでの転倒で足を骨折し、シーズンの大半を棒に振ってしまった。もう一人のオーストラリア人であり、この年が、デビューシーズンとなった、ロスマンズホンダのミック・ドゥハンは、総合9位にとどまったが、 北拳ハイムリンクで3位表彰台を獲得するなど、検討した。現役復帰を表明して、話題を集めたフレディスペンサーは、ローソンの抜けたマールボロ山派チームからのカムバックとなったが、往年の速さを取り戻すことはできず、シーズン途中でチーム離脱を余儀なくされた。大雨による混乱がしばしば発生したのもこのシーズンの特徴であり、 ベルギー GP は危険と判断した主催者の判断で3ヒート制となったが、これは本来のレギュレーションに反する形であったため、フィムは3ヒート目を無効として本来の半分のポイントとした。逆に主催者が続行としたミサノでのイタリア GP は、コースの安全性の問題を理由にトップライダーのほとんどがボイコットする事態になり、ワークス勢として、 唯一出場した地元イタリア人ライダーのピエール・フランチェスコ・キリが GP 初優勝を飾り、普段は注目されることも少ないプライベーター勢が上位を独占する結果となった。250cc クラスではホンダのスペイン人シトポンスが圧倒的な強さを発揮し2年連続チャンピオンとなり、125cc では同じくスペイン人のティーンエイジャー。 アレックス・クリビーレが JJ コバスのマシンでタイトルを獲得した。1989年限りで廃止が決定していた 80cc クラスはデルビオカルマニュエル・エレロスが最後のチャンピオンとなったが全6戦で一勝もしないままタイトルを獲得したため全クラス通じて史上初のシーズン一勝も上げなかったチャンピオンとなった。ありがとうございます。